お、やすきちゃん、お、来てくれ、ありがとう。半ユーハニューアリス。恥ずかしい名前しやがって。やすきちゃん久々。しかもこいつあれだよ、ウルトラダイヤぐらい行ってるらしいんで。ウルトラダイヤぐらい行ってるらしいんで。ハニューアリサ一応20年やってるのね、格ゲー。うまい。さあピオラします。ピオラしました。まあ、ピオリ寸前は絶対勝負です。絶対勝負。ピオリ寸前は絶対勝負です。まあ、昇竜来ると思ったらガード。それ以外絶対勝負です。絶対勝負です。あ、めくりだと思った。全開。あ、やばい。ごめんなさい。中段打って これは僕にやると死にます。これ逃がさないようにやってるんで。まあこのバイソンでなかなかこれやってくるやついないんで安心してください。ハニーアリサさん大丈夫です。安心してください。あのやってくるやついないんで大丈夫です。普通のバイソンなら逃げれます。ごめんなさい。まあでもちょっと黒人だとキツです。黒人バイソンはそう退屈しちゃいます。すみません。敬語になります。大体。大体こういう綺麗に勝つと敬語になります。これは読みですね。さあ安定して、まあ、コマなく食らっても安心してください。前ダッシュバックスで食らうだけなんで。中段も行きましょう。投げも行きましょう。暴れたりしません。これはまあ黒人しかいないです。黒人しかいないんで大丈夫です。黒人しかいないんで、このコアシコパン黒人はあのスパコンは大丈夫です。安心してください。黒人しかいないんで、だいたいこうやって綺麗に勝つと敬語になります。それはもうご了承ください。あらかじめすいませんね。あんな俺しかいないです。大丈夫です。俺しかいないんで、他のバイソンやってるの見たことないんで、まあ、安心してください。あ、ちなみにあのなんでスマッシュスパコンじゃないかっていうと、しゃがみくらいだとスマッシュは空振っちゃうんで、もうそのまま直スパコンです。もう大丈夫です。安心してください。あ、上手。このスパコンいいですね。このストレート、これいいですよ。これいいですよ。これはちょっとスタンチ下げます。これいいですね。これ3で割れるやつ。あ、最強。これで勝ちましたね。これでこれピオリです。これで勝ちました。これはまあ黒人さんのうまい、まあ、補正切りからの、まあ、EX ストレートを、
V トレ中に使うとバックステができない。直二択かけます集団と。これ3フレ確定ですね。立ってたら下段が当たります。投げが当たります。早い早いです。しょうがないですね。投げはしょうがないです。上手。やばい、これはやばいですね。あ、うまい、上手。これはハニアリスで頑張りました。これはハニアリスで頑張りました。これは相手が上手。稽古つけてる感じじゃないですね。やりすぎですね。投げる。もうこれスパコンルート狙ってます。俺はスパコンルート狙ってます。削って、あー上手。スパコンルート狙ってます。あーうまい。あーやばい、スパコンルート狙ってます。あ、終わりました。これで削り確定ですね。逃げれないんです。スパコンルートだったんですけど、今のはワンツーからだとあれしか方法がないんで、ワンツーからだと V トリガーしかやることがなかったので、それやって、まず寝さして、そうするともう起き上がりにスパコン入れると確定と。削り確定です。二択やろう、すみません、二択やろうなんですけど、格ゲってどうしても二択がね、つきまとってくるんでね、ええ、二択を拒否るっていうのはちょっと意味わかんないですね。いや、やるしかないんで、やるしかない択でも、なるべく中段ってガラされるとリスクあるじゃないですか。下段ってリスクないんですよ。だから下段多めがいいですね、基本はね。でも基本みんなしゃがむんで、だから中段あえて打たなきゃいけないときは打たなきゃいけないです。うまい、いいっすね、いいコパン、いいコパン。あ、上手。あ、いいっすね、これもう、ま、3フレコンビか。あ、いい、いい中足。え、あ、いいっすね、バックス。あ、いい確定、いいよ。さあ、行きます。おい、さあ立ってたら勝負。さあ黙ってるなら投げちゃおう。暴れを潰す連携を多くして、暴れなくさせといて、黙ってるなら投げちゃおうです。垂直するとこうなります。中パンチ当たってな、ガードだと投げです。でこれで強いですね、終わりです。バイソンは後ろ投げが、一番ピヨるので、なるべくピヨらしたときは後ろ投げしましょう。後ろ投げはピヨの産地が高いです。それからダメージは前投げの方が高いです。しゃがみ中盤を重ねて当たってたらワンツースリー、ガードされたら投げっていうタクが強いです。バイソンはこれ練習すればできます。すべては小藤さんの手のひらの粉まみれされてる。やっぱり難しいんですよこれ。いい加減やりすぎですね。あー、これ上手。この連携はで、これ半分いっちゃったら一回下げましょう。シューキック、いいっすね、上手。オクラスチヨシ、うまいっす。
上手ですよ、これは。これは、あ、うまい、これはうまい。行きましょう。超やってる、ワンツースリーだ。勝負しました、危ない。今のは下がってたから食らいましたね。ワンツー、ワンツーが出ませんでした。ワンツーポンが危なかったです。無理っす、この無理、無理ないさ、ガード。対空もしっかり。これで補正切り、これで勝つ、これ補正切りすると勝つので。あー、ちょっと今の補正切りすることによって、投げで勝つんですね、コンボ的に。だから体力的に今のは補正切りした方が有利だからしました。あそこでワンツースリーでピオラしても勝てないんですね。であと1択で勝てるんですよ、僕は。だから有利な択をしました。有利な重ねとか、まあ、グラップされることも よくあるんですけど、サボってると結構当たるんで。うまい。あー、これしょうがないですね、後ろ投げは。これ読みました。死にませんけど打ちます。画面端に行きたいんで。うわっ、あっ、やばい、あっ、あぶない、あっ、あぶない、やばい、あー、死んじゃった、やられました。これバレましたね、バレました。ガーキャンを選択して負けました。上手ですね。中段持ちます。暴れたら食らいます。投げ食らいます。暴れたらフォース。しょうがないです、負けです。後ろ投げは食らえません。後ろ投げは絶対食らえません。これは歩き中継ですね、歩き中継。歩いてボタンをファジーボタンとか押すやつに対して歩いてってちょっと遅らせる中継ですね。ちょっとカウンターくらいしてるんで。あ、EX 無理、逃げましょう。これはもうスパコンルート行きましょう。EX 使わないようにして。うわっ、ワンツースリーだ。これはこれでスパコン。あっ、やばい、これ多分確定しないか、ダメか、しないですね、ごめんなさい、知識不足、知識不足。暴れます。うまい、前出しに5パン、うまい、この人うまいです、よかったです。前出しに5パン、よかったです。確定しなかったですね、あれダメですね、マイナス5くらいか、あれマイナス8ではなかったです。リバーサル出てたんでするかなと思ったんですけど、知識不足しませんでした。でも今前出しにちゃんと5パン出してたんで上手です。ちゃんと見てました。タイミングどうしたかもしれないですけど、とりあえず勝ちました。これ中ストもダメか、ベガ。あー、まあスライディングかと思った。これ補正切りですね。これ駒投げがあります。
下がりに中継入れとくの強いです。そうです。それは下がりファジーボタンってやつです。こっちは強いですね。おうまい。差し返されました。たまには遅らせ投げもやります。さあスパコンルートでしょうこれは。これ死なないです。でも打ちます。あと一撃なんで。ファジーってどういう意味で使ってるの？両対応って意味ですね。両対応って意味ですね。下がりに中継入れとくのは強いんですけど、本当はしゃがみ中パン入れた方が強いです。しゃがみガードが入れば、しゃがみガードが入った方が強いです。しゃがみ中パン中その方が強いです。止めて見上がるやつかな。止めて見上がるじゃないですけど。あ、ハニーさんありがとうございました。死ね。まあこれヤスキちゃんだったんですけどね。僕知ってました。死ねって言って無事切れてますね。ちょっとごめんなさい。力の差を見せつけちゃうことになります。すみません。でも一勝しましたからね。一勝しました。もう良かったです。ヤスキちゃん頑張りました。でも防御なんですよね。防御が結構やめろ。やっぱ勝つとね、綺麗に勝つとやっぱ敬語になっちゃうんで、赤汁さんも敬語でしたし、水もすいません、ちょっと水もす。